はじめにフライパンにオリーブオイルとベーコンを入れます。フライパンが温まるまで中火にかけます。フライパンが温まったら、火力を弱火にしてください。ベーコンが色づいてきたら、オイルを半量だけ捨てます。ベーコンはフリードペーパーに取り出してください。ここにスパゲティの茹で汁を加えます。生クリームを加えます。沸騰したら火を止めて、パルメザンチーズを半量とバターを加えます。ブラックペッパーも軽く沸騰してください。スパゲッティが茹で上がったら中火にして、もう一回沸かします。沸いたら火を止めてください。で、卵黄を半量だけ入れます。手早く合わせてください。盛り付けます。残りの卵黄を全体にかけます。と残りのパルメザンチーズをかけます。とそれからパセリとブラックペッパーをしっかりめにと、ベーコンもかけます。と最後にお好みで、エキストラバージンオイルをかけて、以上出来上がりです。